今くらいで十分だ。だと、自分の調子も管理できない最強野郎が小ざくなよ。挑発による誘導からカウンター、それが狙いなら近づく素振りを見せながら距離を取って戦う。怖いか、調子の悪い俺が。仮にも最強だからな、用心に越したことはねえだろ。反射も考慮するなら。打撃、オーラ、ニトロアーマーの10番で追い込む。バカ、その距離で飛ぶな。ニトロアーマーを保険にしたつもりかもしれんが、一度見た技だ、二度目は当然対策するぞ。そこだ。やばい、今の一撃に電撃が加わってやがった、体が麻痺して。今で止まると思うなよ。一気に白鵬さんの流れになったな。感電だな、業務派、で相手の体勢を無力化してからの感電だ。どんなにオーラで固めてもダイレクトに当たるようになっている。なるほど、だからニトロアーマーを簡単に抜けるのか。賢い男だ、自分のオーラがダメなら相手のオーラもダメにし、単純な技でしっかり攻める。基礎があるからこそ無駄がなく隙もない、あれは策があってもきついだろうな。すごい、単純な戦術なのにこうも圧倒的な実力を見せつける。当たり前のように場所取らんといてや。ほら立てよ、意識あるうちは付き合ってやるよ。一撃は重くねえのに。ダメージが。知ってるか、感電による損傷は細胞がやられる。俺が与えたかったダメージは表面のダメージじゃねえ。内側、内面がボロボロになる攻撃だ。人は皮膚や外側に対する耐久性は高い。だが内側、内臓や細胞組織となると脆い。それを突くには電撃が容易で手軽。それみたいに自分の能力を過信してるから形勢が一気に変わる。こんな調子の悪い相手にな。無事だったのか。電気、本領統合、衆、人気前時代に情報を集めてたから名前は知っていたが、冥界の時とは比べ物にならないくらいにふぬけてやがるな。おい、なぜ上からの命令にないことをする。は、出世しか考えてねえよ。利口ちゃんにはわかんねえだろうな。俺はお前みたいに裏でこそこそ陰湿なことは性に合わねえんだよ。考えなしなだけだろう。そんなだと近い将来消されるぞ。上にビビってるお利口ちゃんは怖いよな。さっさと闇から足洗ったらどうだ。従順な下僕はよ。それに立場は俺の方が上だ。図に乗るな。俺は好き勝手やらせてもらう。おい延期、次はどこまで人殺せるか競争しようぜ。お前はそう言っても真面目にやらねえだろ。いつも水攻めで拷問して楽しんでるくせによ。このクソ野郎どもか。お前らも当時らと一緒に殺してやるよ、冥界でな。せいぜい自分の罪に気づいて闇から足を洗ったってところか。バカな奴だ、自分の本質を見失ってふぬけて、強くなれるわけねえだろ。やべえ、マジでこのままだと負けるぞ。せっかく活路を見つけたと思ったのによ。負ける時は仕方ないと言ったが負けたいわけじゃない、俺はまだ戦える。そうだ、俺はまだ東野さんから教わったことを全然出せてねえ。俺の一年が無駄になってしまう。なんかねえのか、方法は、覆す手段は？覚えておくといい、両者同士の戦闘は一度の判断ミス、判断の遅れで致命的な結果が生まれる。メディアからも言われたよ、だから経験と知識は大事なんだって。バカじゃ勝てんのにゃ、バカじゃ、お前が言うな。ちゅ？最初は勢い良かったのに一気に形勢が決まっちゃったね。俺の時とは違うけど、状況は一緒だ、一度流れを持っていかれたら立て直せないんだ。福読さんのすごいところは勢いで流れを掴んだんじゃなく、正確に自ら掴みに行ったってところだ。これが本当の強さってやつか。考えろ、考えるのをやめたらそこで終わる、考えろ。無駄にするな、期待を裏切るな、下を向くな。考えろ。俺は今までどうやって生きてきた。何も考えずに生きてきたんだ。俺はどうやって戦ってきた。直感と勢いだけで戦ってきたんだ。俺は今までの俺らしさを捨てて今この場にいる。だがそれは本来の自分の長所を抑えたものだ。俺は更生するには多くの罪なき人の命を奪いすぎた。時には仕事で、時には娯楽で、時には八つ当たりで。正真正銘のクズだ。そんな自分という愚かさに気づいた時にはもう遅すぎた。俺の体には今まで殺してきた罪なき人間たちの怨念がある。早く死んでしまえ。なんで殺した？許せない。一人だけ何幸せをつかもうとしているんだ。そうずっと俺の頭の中で問いかけ続ける。俺は多分強がっていた。俺は罪を償っている、そう言い聞かせてきた。だけど要から自身の罪と向き合うことをさせられて気づいた。俺は償っていると自分自身を許そうとしてたんだって。道陰に言われた。その呪いはいつでも解いていいと。だがこの呪い、この重みは俺の罪を償っているという最高の言い訳だった。だから躊躇した。
覚悟じゃない、甘えだったんだ。本当に償うのならこの重荷は下ろすべきだ。そして本当に償うのなら行動ではなく結果で償うべきなんだ。ヘルナに言った、背負うのも悪くないと。だけど背負って耐えていれば許されるのか、苦しい思いをすれば俺が殺したあいつらは嘲笑ってくれるのか。俺ならすまんね、低思想するだろうな。なら俺は理不尽に殺してしまったあいつらに何ができる。俺が死ぬ時までクソ野郎であり続けながら理不尽に奪われる命を守る。それがあいつらにとって最高にムカついて最高の死後の娯楽になるだろう。そして俺が死んだ時、理不尽に全てを奪った俺をむちゃくちゃ殴り潰してくれんだ。中途半端に反省してる態度なんか取ってたらあいつらも気持ちよく俺を呪えないし殴れないだろうからな。悪いな、道影、お前の荷物、下ろさせてもらうわ。俺はあいつらのためにクズで居続けないといけないんだ。それが俺の償いだからな。お利口にお前の荷物を持っているようじゃあいつらから本気で殴られねえよ、俺。呪いを解除する。と、オーラを爆発の要領で思いっきり解放してきやがった。まだ頭の中は冷静ってことか。なんだ、ニトロアーマーとかいうものとは違う。それに存在感が増した。ニトロロイド。ニトロアーマーのオーラが俺の周りに。あれが最終奥義ってやつか、見た目の割に器用じゃねえかよ。いつまでも見とれてんじゃねえよ、最強さんよ。次次行くぞ、そこらー。物がないらしいな、ニトロアーマーの応用かもしれんが仕組みは同じだ。なら対策も容易だとわからんか。応用、違うねえ、これは全くの別物ってんだ。はったりだ、さっきまでと何も変わらない。それどころか感電の影響で感覚が死んでるはず。こいつに繊細な近接は無理だ。まさか、こいつアクヤン、いけいけ、そこから殴るんや。持ち直したな。相手の油断のおかげだ。あそこまでの火力は想定外だったのだろう。形勢を逆転させようとする勢いは格上であろうとも足元をすくわれる可能性がある。引く読みは冷静に判断しなければならない局面だ。どこまで食らいつくか。すごい、終戦し、絶対絶命なこの状況でまさかのどんでん返し、予選から絶対絶命からの挽回、終戦しの試合はいつもハラハラです。私の時もそうだったけど、ここからの勢いは凄まじいわ。その勢いでテクヨミ隊長相手にどこまで追いすがれるかしらね。あなたの可能性を私に見せてちょうだい。まあ怪我しているだけで疲労はしていなかったからな。心に耐えられたらジエンドだ。そして単純攻撃だけだと反射される。本命の攻撃の前に本命に近いフェイクを入れて俺の最終奥義だと思わせるしかないんだ。絶体絶命のこの状況を最大限まで上がって楽しんでやる。受けてみろよ最強、情熱的でわがままな俺はどんな奴よりも傲慢だぞ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。